菊池武志望は、鎌倉時代中期の武将。菊池氏の第10代当主。第9代当主、菊池隆氏隊の三男。猛古襲来に際して、一族を挙げて戦い、その活躍が猛古襲来絵言葉に描かれている。文英11年の文英の役では、弟の赤星優隆氏と共に、上陸して赤坂まで進出してきた元軍を破り、 元軍主力を荒払え、一部は別府の塚原まで撃退する武功を挙げた。元軍を破った菊池勢百余期は元兵の首を多数つけて起陣した。文英十年五月に執権と連勝を務めた、北条政村が死去した際に、政村のおいで娘婿である北条佐根時にあてて、お悔やみを申し上げたいが、異国のことにより、鎮税の児童御家人は参考してはならないとの。 ご教書ですので、参拝することできず残念です。との書状を送っている。公安4年の公安の役でも活躍して、武功を挙げた。しかし、朝廷から甲冑を賜っただけで幕府からの交渉がなく、武房は半幕府へ傾いていたという。役の4年後の公安8年3月26日に41歳で、死去し、あとを孫の菊池と北香が継いだ。 大正4年11月10日、13日を送られた。ありがとうございます。